はい、お疲れ様でございます。のどごし先生ことのぶっちです。さあ今回もアサルトスパイやっていきましょう。コンテニューネクストこれですね。では早速やっていきましょう。会話移動ハッキング、なんでしょうこれ、もう覚えてませんよ。じゃあ会話から。ああ、神宮寺さん、風間は話したくないな。でも一応神宮さんね、上司らしいから係長だったっけ。神宮寺さん、この忙しい部署のチーフとなるとさすがに半端なく忙しそうだな。用もなく話しかけると怒られそうだ。移動ハッキング、この場所から移動ってことね。あー、なるほど、選べるんだ。オフィス A、B、C。じゃあオフィス A から。あまりうろうろしてるとあれだが、さて、会話。マミ、男性社員。マミさんってあれだったよね、お茶組 OL さん。あら、尾藤さん。あ、どうも。皆さん、お忙しそうですね。尾藤さんにもお茶をお出ししましょうか。そうだね、ありがとう。すごい量のお仕事を任されちゃってね。尾藤さんと風間さんが来てから急に忙しくなりだしたんです。何か大きなプロジェクトの前触れじゃないかなって思います。あ、そうみたいなんだね。尾藤さん、何かご存知なんですか？いえ、いや。これはちょっとあれだね。今ちょっと 90% あるじゃない。だから、あるじゃない？だから、この、僕は企業スパイだからね、ちょっと仕事に関わればわかるよ。これは多分上やったらガツンと下がると思うから、ちょっと仕事に関われば分かるようにしときます。ちょっと仕事に関われば分かるよ。すごいです。さすが尾藤さんですね。さすがっていうか普通だよ。お、金塊手に入れましたよ。金塊ゴールド。会話は、まず男性社員しかいないから、ノーエントリー。話しかける相手はいません。で、移動。オフィス B。新機種に関する情報をいち早く手に入れなければ、そろそろ本業を始めよう。さて、まずは、会話。あー、これ B だったんだ。キャンセルで、ハッキングじゃない、ハッキングじゃない。ハッキング対象がいません。違う。移動、オフィス C。謎の書類。書類がシュレッダーもかけずにゴミ箱に放り込まれているな。ははは、は、ありがたいことだ。ユリの名子。あー、社長さん？部長さんか。確かそうだったね。あ、そうだね。これはあの部長の種類か。調べるぞ。今は調べないぞ。どうしよう、これ。調べるぞ。今は調べないぞ。これは難しいよね。まず自分だったらどうするかっていうのをまず考えましょうかね。皆さんもね、ちょっとシンキングタイムっていうことで。まあ、企業の中にいて、で、そのまま普通に調べるかって言ったら、調べないよね。普通だったら、なんかこう、コピー取るか、なんかいろんな方法を模索するはずなんだよ。うん。ということで、今は調べないぞ。今はやめておくか。しかし、あれを確認したら何か進展しそうだ。じゃあ、まあ、とりあえずまだ、移動はもうないよね。キャンセル。ハッキング対象はいません。会話、ノーなんやね。移動、
いや、ちょっと積みそうだな。まあ、とりあえずもう一回 A から行きましょうか。A から行って、さて、会話が男性社員。話してみますか。おかしいな。風間くんの職歴書がないんだから。確か預かったのに。美徳の書類の中に紛れてはしないか。え、そう。ハッキング。これできるのか？疑いをハッキングすることできるのかな？あ、無理か。会話、マミ、男性社員。ちょっと待って。移動、また B に行きましょう。トゥンツンツンツルンツルンツン。新機種に関する情報をいち早く手に入れなければ。そろそろ本業を始めよう。さて、まずは。会話。神宮寺、風間。風間なぁ。まあ、いいや。話してないもんね。へぇ、ミスタービート？ミスタービートじゃないのかい？無視したい。無視したいよね。へぇ、ユー、へぇ、ユー、へぇ、へぇ、ユー、ユー。あ、もうなんでしょうか。そういや、美容でショップで会った時はそんな失礼をしたね。でもね、僕このジャパン、ジャパソンに来て、まだ日が浅いんだよ。僕の違いになるちょっとした間違いなんかは仕方ないよね。それをいつまでもいつまでも根に持たれても叶わないからね。ああ、それならもう別にいいから。というか僕はそんなネチネチしてないから。そうなの？君にお勧めしてもらったあのビデオ。CIA エージェントとか？そうそう、あのコメディは傑作だね。だからコメディじゃないって。もっと真剣に見ろよ。まあ、面白いというのは僕も同意だが。やだぁ。美藤さんがあの風間さんと話してるわよ。うわ、本当にあの風間さんと話してる。仲いいのかしら。もしかして美藤さん。あ、やっべ。うわぁ、爆弾じゃん、これ。ね、せっかく会話してあげたにもかかわらずっていうね。減っちゃったっていう、ね。残念無念だ。どうしたんだよ、美藤君。あ、すまん、あっち行ってくれ。おや、どうしたんだよ、お腹痛いのかい。いいか、もう行け。理不尽なやつだね。アディオス。一緒にいると目立ってしまう。風間として下手に組むと危険だ。僕まで同僚に見られてしまうということだ。あ、でも金庫は手に入れたんだ。じゃあ今度は C で、やり残したことあったかな。ハッキングする。ああ、後ろがしてもかえてゴミ箱にここにこうやってみるけど、ははは、ありがたいことだって。ユリの名子部長さんね。うん、これをやっぱやってないとダメってことか。よし、調べよう。まあ、しょうがないよね。調べるしかないもん。忙しいから仕方ないかもしれないが、もし重要機密ならどうするつもりだ。まあ、僕は助かるんだけど。ガサこそ。おや、伊藤さん？そんなところで一体何よ？これは。F8 を押せ !F8 を押せ。はい。ビビったー。キーボードの F8 を今もう何びっくりしちゃった今。ゴミ箱に何かありましたか？何でもありませんよ。ははは。はそうですか。どうも様子がおかしいような。業務がありますので失礼します。ふう、書類は自分のディスクで確認するか。移動だね。自分のデスクはどこなんだいってよね。B、笠間と一緒だったら B だよね。違うのかな。ふう、あ、そうだね。で、業務の予定表か。残念ながら、新型の開発に関する予定は書いてないな。どうやらゴミ箱の処理は大した情報では、お？メモが挟まってるぞ。予定の大幅な、開発の準備をする。メールあり、22日午後4時、ラボ。なるほど。これもしは重要な情報につながる可能性が。この部長宛てのメール内容を急いで確認しよう。ハッキングを使えば僕のデスクからでもアクセスは可能なはずだ。よし。ハッキングだ。では、ハッキングといくか。ハッキングヒューコンプリート。これか。業務連絡。企画開発部さんへ。かねてより新機種発表のシーズンに向けて開発しておりました試作機器の開発が一段落いたしました。
今後のプロデュースに際しての試作機の性能を確認していただきたく、ラボにて新型のプレゼンを行いたいと思います。22日午後4時にスタッフとともにラボにお越しください。なるほど、これは決まりだな。CC はやはり新型機の開発を行っているようだ。しかも開発はかなりの段階まで達していそうだな。よし、なら次はこの情報の裏を取ろう。プレゼンが行われる場所はラボか。ではラボへ向かい、あれを仕掛けるとするか。あれってなんだ。あ、あれか、あれだわ。あ、そのまんまだけど。なるほどね。なんて言ったらいいんだろう。要するにその、コンピューターの、まあいいや、アンテナみたいな、わかんないけど。よくわかってない。もう久しぶりにやるからさ。うまくいけば、ボスも納得の重要証拠が手に入れられるぞ。ふふふ、順調だ。ビト君。あ、はい。あのさ、ちょっとまた多いけど、これで最後だと思うからお願いね。どうさどうさ、またか。さすがにすごい量ですね。終わるかな。できたら休憩しなさい。アサルトスパイ。仕事の能率のためよ。なるほどね。終わった。さて、この隙をついてあれを仕掛けるか。今度はラブへ移動しよう。移動。ハッキングじゃないよっつって。ごめんなさい。移動。ラボ。Bさん、ビト君また頼みたいことがあるんだけど。ああ、ごめんね。ビト君には私からの量の仕事頼んじゃってるから、当分手が回らないかも。ビトさんなら、さっきお仕事が汚らくしたって言ってましたよ。あら、ほんと?マユちゃん?さすがに疲れたのかしらね。だから、新人君の仕事具合はと。え、終わってる!あら、ほんと?じゃあ、ビト君が戻ってきたらまた私のところに呼んでちょうだいね。いいけど。嘘でしょ?もうごめん。すみません。申し訳ない。喉潰れちゃう。こんな調子で言ってたら。私が疲れてるかしら?ちょっと声を落としますね。声の音程を落とします。どうやっても3日はかかる作業量だと思ったけど、B さんはどうしたの?いえ、元プログラマーってすごいのね。なんかいいかも、ビトさん。できる人って感じ?どうかしら?彼なんか神経質そうじゃない?おっすおっす。あれ?どうしてすまんすか?あなたは。え?ビトさんですか?彼は今ここは。誰だろう?おっすおっすって。先輩かな?まあいいや。なるほど、ここが、CC の研究、技術研究ラボか。すりガラス越しの、白衣の研究員が謎の機械をいじってるのが見える。中を探りたいけど他の部署とはなんか雰囲気が違うな。ドアもカードキー付きか。割と厳重だ。ここまでキー破りするわけにもいかないしな。とりあえず電話すか。うろうろ。誰ですかっていうね。主任。ああ、うん、ちょっと待って。ちょっと待って、このキャラクターを見て。おお、君。はい。ここは研究、技術研究ラボなんだが、部外者は立ち入り禁止だよ。何か用かね。研究の大詰めでみんなピリピリしていてね、用がなければお一人聞きいただきたいが。え、いむ、ううですね。わあ、これもう3つも出てきちゃったよ。ラボの改正計画の下見に来ました。ラボの見学をさせてください。アサルパンチを食らわす。絶対ないね、3番目は。これはやっちゃいけないパティンだね。で、ラボの見学を、要するに実習生とか研究生とか、見学にしっきり来た人だよねっていうのを演じると思うんだよね、これは。アサルはね。だから、アサルラボの解析結果を下見に来ました。これ何かの何、スポンサーみたいな感じにもなるな。スポンサー側として来たって感じ?したら、いや、これちょっと難しいな。でもまあ、ちょっと自分がその直感で考えたのでいきます。なので、研究生とかいうので、ちょっと、会社の訪問に来たって感じ。どうだろう。新人だからね、アサルは。うん。ああ、どこをどれだか存じませんが、ただならぬ熱意を感じますな。はい。お、
コイン手に入れた。この金貨はいつか役に立つのかな、これ。本来部外者の立ち入りは許可がない限り固く禁じられているが、まあそういうことならん。え、いいんですか？ありがとうございます。どうも失礼しまーす。ん？あー、アッサルーここにいたのかよつば太郎。誰だね、この子は。僕の助手です。僕の子供です。やべえ、これちょっと、助手だよね。どう考えても子供おかしいもん。僕の助手でして。ちょっとはぐれていたんです。君、何をそんなに焦っているんだね。え、いひ、別に僕は普通ですよ。あすあすあさーん、アサルの助手のカヌだよ。あはははははは。あ、これさっき見つけたからあげるね。うわ、コインまたもらった。これ何なんだろう。この子は別にこんなもの集めてないよって言ってるけど、このコインが何なんだいっていうね。なんか説明あったかな、これ。いや、わかんないな。まあいいよ、いいか。ふふう。カノ、ここは精密な作業を行うラボだからあんまりうるさくするなよ。わかってるよな。女子ということはこの子も一緒に。あ、いえ、カノはちょっと外で待っててもらってですね。カノも入る。カメラ係を置いていくつもり。まあいいじゃないか、若者なのだからこのぐらいは元気でないとな。二人とも入りたまえ。すっごい寛容な主任さんだね。うん、俺なら絶対お断りだわ。じゃあ改めて失礼します。あの、絶対に妙な真似はするんだよね。あの、絶対にするなよって言っちゃう、やっちゃうのがね、あの芸人魂。念をしちゃったね、アサルは。分かったね。絶対な妙な真似をするなよ。え、あ、ごめん、間違えちゃった。とにかく何するのか知らないけど、彼女の取材からは残れないんだよ。ダメだ、喉が潰れる。ほんとこれ。おわお、本物の研究室だ、かっこいい。わわ、なんだこの顔。おい、よりによって走らないでくれよ。精密機械がたくさんあるって言っただろ。お、誰だこれ。いったー。え、大丈夫か。うん、痛いけどなんともないよ。いやいや、高い機材壊してないだろうな。ブレーなんだそれ。ん、こいつ何。探偵。そうなの。ちょっとこのキャラクターを見て。これロボットだよね。ロボットじゃないの。わかんないけど。しづらい予想外の衝突で。いや違うな、ちょっと難しいな。しづらい予想外の衝突で。違うね、声をちょっと落とそうか。しづらい、しづらい予想外の衝突で回避航行が遅れた。違うな、難しいね。失礼。失礼、予想外の衝突で回避行動が遅れた。大丈夫かな、お嬢さん。おお、何こいつ、なんか喋った。お前、名前、お前、お、ちょっと待って。お前、お名前なんて言うの、ロボ。へえ、すごいですね、喋るロボなんて。これもこのラボの研究ですか。あ、いや、これはいきなり失敬だな、君たち。私は探偵シェフ、ファイストスマートブレインエージェンシー所属の探偵だ。え、なんだ、え、ファイストスマートブレインエージェンシー所属の探偵だ。これちょっとね、皆さんね、これあの、この何、表示、要するにあの文字の表示なんだけど、結構難しいよね、読み方ね。私は探偵者、ファイストスマートブレイン、ブライ、ちょっと待って、ファイストスマートブレインエージェンシー所属の探偵だ。うん、難しいよこれ。ここで開発されたわけではない、ロボットでもない。もう普通に読んじゃってるけども、うん、ロボットではないぞ。いや、蒸気を排出しながら言われても心外だな。スーパンクを
チームパンクを否定すべきか。すごい探偵ロボなんだね。こんなところで何やってるの。調査だ。このコミュニティコーポレーションの機密を盗み出そうとしているような輩を見つけ出し完全排除するのが私の任務なのだよ。今は怪しい奴がいないか見張っているところだな。そう、例えば君たちのような。アサロー、まずいよ、こいつまずいよ。な、何が悪いんだいカノちゃん。あのですね、探偵サイ、探偵さん、僕たちは別にあれですよ、カクカクシカシカで。もう何を焦ってる冗談だ、そう当てないでください前。ほっとするな。私は別に一般の社員の方を驚かしに来たわけではない。実は容疑者の目星はすでについていてね。まあまず間違いないだろう。社内の人間は警戒するようなことを言ってやりたいが、今のところ、捜査上の機密なのでね。それでうちのラボはどうでしたか探偵さん。ああ別に探偵なほい。難しいこれ。ああ別に盗聴器らしきものは見つからなかった。どうやらここには狙いのものはないようだな。もしやその秘密がないか。安心研究を続けてくれたまえ。というわけで我々は失礼する。よし出るぞ。誰ですか、あなた誰ですか。バイバイ探偵さん。驚いた、テクノロジーの進歩はすごいな。ちょっと僕の中で常識が変わったよ。私も最初見た時は驚いたよ。私も機械工学を専門としているが、あそこまで目的地に動く、自律的に動くロボットは見たことがない。そうですね。おっとそうだ、ラボを見てくるんだったな。あんたでしょ、ここがメインの開発ルームだよ。へえー、すごい。ここは保管庫だ。ここでの開発に関したものが詰まってる。なるほど、すごいですね。それであの会議室ってどこでしょう。僕なんだかすごく会議室見たいんです。ん？会議室かね。変わったとこを見たがるんだね。それならこっちだ。というわけだね。スタッフ全員がプロジェクトを把握できるように分かりやすいプレゼンを心がけてるよ。こちらのプロジェクターは私が開発に携わった自慢のあれでね。なるほど。ではここにこう座ってミューティングを開くわけですね。あ、これで盗聴器を仕掛ける。あ、よし。盗聴器のセット完了。これで例のプレゼンの内容を聞くことができるぞ。しかし思ったより部屋が広いな。隙を見てもう2、3個セットするか。あ、ポロ。わーい、よいしょーい、あはははははは。ドタドタドタ、ぐしゃり。盗聴器が壊れた。よみの盗聴器が、よすばかの方。何をしてくれるんだ。どうしたんだ君。うん、その黒いものは。やばい。これが見つかっては、やばい、発狂する、飲み込む。ちょっと絶対、ちょっと待って。飲み込む、飲み込んじゃったー。パク、パク、バリバリ。モグ、ドクン。な、一体何があったんだね。どうやら、うわー、ちょ、やめて、もう。ドキドキしかし、今それを食ったように見えたんだが。まずい。それはまずいだろう。そんな物を口にしたらすぐスタッフの医療室に連れて行かせよう。だ大丈夫ですよ。これはうちの田舎でゴキブリ見つけた時の常識で対処法だったんです。本当かね。いや、君の連絡を悪く思うつもりはない。はい。一種の憲法法のような。これ、いやー、これあかんわ。これはちょっと、ごめんなさいね。こういうのがあんまり好きじゃない方は申し訳ない。こうすることでゴキブリの体力を自分の中に取り入れることができるんです。とにかく僕なんかさっきよりも元気になってますね。全く大丈夫なんですよ。まあ、さっきはね、元気そうなのはそうだが、本当に大丈夫かね。いえ、しばらくちょっとミューティングルームで、お時間取り戻したいと思いますね。ここにいさせてください。そうか、やはり無理もないだろう。だったら私はそろそろ一つ会う約束してるので、これで失礼させてもらうよ。あとは別に君たちの見たいところを自由に見ても困りたまえ。そこでカメラを買ってパシャパシャ撮ってる、ここがこれもないようにね。会議はドア付近の研究員に声をかけてくれれば、開けてくれるから。いや、これ大変だね。まあ、ゲームとしてはすごく楽しいけど、スパイ活動始まって以来の大恥をかいてしまったぞ。ゴキブリ食い族だ、ゴキブリ食べたいよ。またコイン回っちゃったね、これね。いだこの悪魔、何してくれんの、まったく。クソ、
僕の持っている盗聴器を失ってしまったじゃないか。一個じゃプレゼンの内容を把握しきれないかもしれないだろう。どうしてくるんだこのバッグが。おお、盗聴器そうなのよかったんですか。何、君どうしてそんなものを。犯罪だぞ。おお、これってネット通販で買ったものを。取材道具だよ。取材道具だと、えげつないな君は。ああ、しょうがないからこの盗聴器貸すよ。カナが壊したかったからね。まったくね。さてペチャペチャっと。よし、じゃあ怪しまれないうちに僕はオフィスに戻るから、お昼が終わってしまう。あはははは、カナも行く。いや、それはちょっとマジで勘弁してくれないから。いやー、行くー行けー。痛い、ちょっと喉が痛い。ほんとまずいまずいまずい。いやいや、ふざけたところで無理だからね。すでにちょっと待ってくれよ。ブエー。はい、尾藤ですか。尾藤君、神宮寺だが、今どこにいるんだ。え、いや、大変なことになったんだよ。ちょっとこっちまで大至急分析でないか。はい、了解しました。すぐに行きます。こうしちゃいられない。どうしたの浅野。何だか知らないからやばい予感だよ。すまないけど今日は本当に勘弁してもらいたい。ついてくるなよ。じゃん。あー、おーい浅野、おー待ってよー。浅野とスパイ、皆さん、自分のね喉が限界に達しましたので、ここら辺にて終了させていただきたいなと思います。次回、ね、アサルトスパイで会いましょう。それではお疲れ様で、ございました。喉越し先生ことのぶっちでした。失礼します。はい、お疲れ様でございます。喉越し先生ことのぶっちです。今回は自分のチャンネルの紹介をさせていただきたいなと思います。それでは皆様、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。どうぞ。身の安全を図るです。はい。超怖っ。え、ちょっと待って。ちょっと。OK 倒したな。やべ、 B 入ってるよ、 B 入ってる。あー、ゆい、これ OK 倒した。ナイス。 OK 倒した。で、打ってリロードしてタクティカル投げて打つのがタクティカルキャンセル。わっち、何を言い出すんだ、そうっすね。お、なになになに、これで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 、おぉー、ない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 。面白いと思ったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。